4月18日に103歳の誕生日を迎えられたということで、本当におめでとうございます。まあね、皆さんがとても103歳ですごいね、それで原稿を書くしね、なんて言ってそうしてくださるんですけどね、私自身はなんだか昨日の今日 昨日の今日が誕生日っていう、それだけの感じなんですいやよね。はあ、今はどんなふうにお過ごしになられていらっしゃるんでしょうか。今ね、この間ね、3ヶ月ちょっとね、入院してたっていうのはね、何かっていうと、ちょっと転んだだけなんですよね。で、私にしてみりゃ、転ぶなんて大したことじゃないと思いや、それちょっと、やっぱり大したことなのになりかねないことですからね。う それでね、その間、このピアノとお別れしてたんで、で、わかんの、ピアノの方が少し歪んでるみたいな。でもね、ピアニストであるってことはもう、なんていうかな、生まれつきじゃないけれども、だけども私の命ですからね。でもその苦労だけはよくしてきたと思うんですけどね。そうしますと、じゃあ、お家に戻られてから、ピアノとかお弾きにまたなられてらっしゃるんですいよやね。ね、私はね、その病院のね、3ヶ月何しろ病院っていうとこはベッドしかないでしょ。そうあでとす何もね。ないもんでね。で、いい加減なんていうの、寝癖というのかな、ついちゃってね。で、まあ、うちに帰れて嬉しいなと思ったんですけど、まあ、なかなかそのね、元の生活っていうのにはいかないんですね。ですね、頭と幻想とがね、一緒になって、私の室井摩耶子のピアノの音っていうのは素晴らしいものだったんだから、で、皆さんもね、そう言ってくださるから、だからそれはもう自分の頭の中にあるね。それでね、あそこやっぱし電子ピアノかな、なんとかっていろいろあありるんまですね。すよ。で、私がピアノが弾けないって言ったら、どうぞ弾いてくださいとおっしゃるんでそうすでけすよどね、ね。私が得たピアノの音っていうのは電子ピアノじゃ弾けないからっていうわけで、全然その間ピアノには触らなかったわけああ、ね。そうですか。そのところが何て言うのかな、古い人間というんだか何だかよくわからないけど、考え方がね、自分の考え方っていうのを非常に大切にしたもんですから、そこらのところでちょっとずれてきて、帰ってきたらなかなかどうしてどうして、自分の足で歩いても危ないからダメって言われちゃいましてね。で、まあ、3ヶ月ベッド寝てると、やっぱり寝癖がつきますね。そうだですか。から帰って、逆にピアノの音のね、だったらピアノを聴くんだったらいい音をちゃんと聞きたいっていう意志は強くなってますね。でもいろいろ考えてみるとね、自分の生活とピアノっていうのはもう本当に割り切れないじゃなくて、なんてもう断ち切れないですね。生活の一部というかね、もう生活の中に溶け込んでらっしゃると思うんですよね。だからピアノもね、私には割にそっけない顔してますよ。いや、でも、なんて言えばいいのかな。やっぱりピアノと仲直りした方が、そうですね、ね。絶対いいと思うんですよね。ね、103歳になるとね、仲直りしにも時間がかかるんですよそりね。ゃそうだと思います。そうですか。ぜひね、仲直りされて、また室井先生のピアノを聞いてみたいと思う方は、もう本当に全世界にいらっしゃまあると思皆うんさんですね、よそうおっしね。ゃってくださる方が多いんでね。ああ、そういうしがらみというんだかなんだかよくわかんないけど、そんなとこでピアノと付き合ってますわ。そうですか。先生、クロイツァーに小さい頃からお習いになられて、なられたでしょ？習われてますよいや、ね。違いましたっ私はけ？ね、そうでクもロない。イツァーにすいはませね、ん。
上の出てた。あ、上の、そうですか。で、黒田先生だって、あのロシアにいらしたでしょ、だから、そのことは、そんなこと考えないですよね。それで私はね、その何が一体物足りないんだろう、日本の音楽がね、どうしても物足りないと思う。で、モツァルトなんか弾くとね、いくら指が動いたって、記号がうまく弾けたってね、全然音楽にならないのよね。で、その中にあるものは何だろうと思ってたのに、それでヨーロッパ行って、初めてね、音というのは、あの音楽というのは、あの音が作った詩だ。それで、あのお話をするし、あの詩であるからね、詩であり、書籍であり、ということをね、非常に言われたわけね。だからよくね、あのヨーロッパにいらした方がね、先生がね、話をしてないとおっしゃるんだけど、これどういうことですかってよく聞きにいらっしゃいましたよ。だけど今でも本当にそれが話をしてるってことになってるかなと思って、思いますけどね。考えてみればね、で、クロちゃん日本に来たでしょ、はいはい、でやっぱし日本人っていうのはクロちゃんに非常に親切でしたから ね、そうですね、で、あの奥さんとね結婚なったし、それからで私はね、小学校のあれまだ小学生だったんですけど、ね、はい、その時にクロちゃんが初めて日本にね、いらっしゃる、で高堀先生って私のね、高堀明治の、あの人がドイツ行った時にクロちゃん習ったんですよ。あ、なるほど。あ、それであのとにかく、言うのはモツァルトのね生誕200年があるから、それ日本から代表を送る、その頃はみんなねヨーロッパに行くっていうのがね魅力よりも恐ろしい恐ろしい、そうなんですか、恐ろしいということになってたから、誰もあんまりやりしなかった、で私のところにね途端にその家が回ってきて、それで、あ、もうヨーロッパに行けんなら私もうすぐに行くって言って、あ、あのその時のね飛行機の相乗手がね、あれはね、なんだかどこの会社か知らないですけど、会社 の市長だか言ってんだかよくわかんない、その2人とね、一緒に飛行機に乗ったんですよ。あ、そうですか。そしたらね、その2人がね、あの室井さんね、女の子一人でね、あれ乗り換えとかなんとかうまくいくんだろうかって言ってねその2人が一気に心配してくださったね。で私はね、割にそういうとこがのんびりしてましてね、なのに行けば大丈夫とかなるなんて言ったくせにね、時計を何しろ直さなきゃいけない。ああ、そうですよね、時差がありますから ねそれからお金が変わるでしょ。あ、そうですよね、もちろんそうですね、そんなのが今、いろんなもの変わったんですけどね、やっぱりまだ3時になるかならないかだから平気でしたけどね。それはあれです、船じゃなかったんですね、あの時代だと。船で行くね、手もあったはずですけれども、あのね、ソ連の船かな、あのモスクワまで行って、はい、でモスクワから飛んだんですね。あ、そうですか。で、何か飛行機があの事故か何かでね、来なくなったからって言って、あの初めてねアイスクリームを食べたの全然あのモスクワでですか、どこ、どちら。いや、モスクワまで行かないうちに、行かないうちにね。ああ、素晴らしい。いや、世の中にこんな美味しいものがあるんだろうかと思ってねえらい感激してる。そういう感激を覚えてるんですけど、あのクロイツァーはレッスンの時にあの結構書き込みをするタイプだったんですか。いや、彼はね、弾いて聞かせるタイプ。あ、弾いて聞かせるタイプね。あの、ベートーベンなんかね、もうクロイツァーなんか
頭の中に全部入ってんだとか思うのね、逆に、その生徒が変なこと聞くとね、ちょっとどいてごらんって言ってね、そのどかせて自分が弾いてる。ああ、なるほど。ところはもうクロちゃんに弾かれるともう、わあすごい。まあそうですよね。ね、わあすごいです。発見取られてるだけで。でもそういうせいでね、ルルフさんもね、毎日細かく。いろんな絵やとかやなんかね、口ではおっしゃらなかったけど、やっぱし弾いて聞かせてやったね。でも、日本に帰って日本でそのやる曲をみんな弾いて聞かせるなんてことできないじゃん。そうですね、で、その一番大事な、一番大事なことを、その音楽は話をしてるんだって、それがね、うまく伝わらなかったと思うね、日本で。ルルフさんはもうとにかく私たちはね、メンデルスゾーンってことを、で、冷徹な方でね、ある時ね、その自分はね、音楽は冷たいと人が言うんだけど、そう思うかなんて聞かれたんですよ。まあ、とてもね、冷徹な人かもしれない。でも、いい先生に違いだったのね。ですか。それで、本で読んだんですけど、先生、その、天才少女でいらっしゃった時に、曲をその自分で作曲をして、それをラジオで放送したっていうのが出てくるんですが、その作品とか今まだ残ってるんですか？いや、それがあればいいんだけどね、ないんだな。ないんですか？そうですか。どれくらい曲は作曲されたんですか？いや、そんなね、今から考えて作曲どのぐらいだっただろうなと思うけど、そんなんじゃないんですよ。まあ同様に毛が生えたぐらい。そう、いやいや、そんなこけん、そんな。で、それを歌ってね、そっと散歩して、成城ってのはとても綺麗なとこですからね、そこでカエルだとかね、何しろ蛇だってね、マムシがそこらへんうろうろしたりしてるのが金座だったんですよね。それで、そういうものと仲良くしながら、そしたらね、やっぱし NHK で、小学生が作曲してやってるって言って話をね、聞いて、で、小学生が作曲して自作自演っていうのをやるから、っていうんで私を引っ張られたわけね。まあだけどね、今だったらあんな程度のっていうかな、かわいらしい曲を書いてたってなんちことないけどね。だから、そういうわけで小学生の作曲するのがいるって言ったんですね。うちのスタジオでやったんでしょうけどね。で、その録音も残ってないし。で、それで先生、それであれですね、ケンプ先生に、ウィルヘルム・ケンプに指示されましたよね。ケンプさんからね、間接的にお手紙をいただいてね、そのベートーベンをね、のゼミをするから来ないか、その時にケンプさんが若いピアニストをね、もうそれこそ諸国から集めて、ですよね、そしてポジタノっていうところでね、そうですね、講習会したんですよ。それはもうとても面白かったですけどね。ケンプのね、その教えで今も覚えてらっしゃることというのはございますか？そうですね、先生はね、そうやって、ちょっとどいてごらんって言って、みんな言ったからね、聞かれると、わあすごいって言っておしまいになっちゃうので。先生が指示された方はみんなそんな感じですね。みんなどいてもらうタイプですね。聞いていられなかったんだよ、きっとね。いや。素晴らしい経験されてますよね。いや、本当、ね、そういう意味じゃね。でもっと、そういう、フルニエの息子にしてもね、とにかくいろんなことを思った私が積極的に伺えば面白かったんだと思うけど、まだまだそこまで私が筋中してなかったからね。で、
ほら、あのエリーナインね、うん、がリハーサルしている時に、うん、ここはどういう風に弾いたらよろしいんでしょうかって聞きに行ったっていうことが書かれていたのを見たんですが、エリーナインはよく聞かれたんですか？エリーナインはね、そのやっぱしあれスタインウェイだったのかな、なんかね、会社でね、練習してるからとか、じゃあ聞きに行くって言ったんですよね。それでいろんなお話をごちゃごちゃとして伺って、いいおばあさんだったんですよ。はーはー、ね、本当ね、もう晩年まで素晴らしい演奏をね、ずっと ねなさった方でしたよね。何ですか、今食生活というか、お食事何かはどんなものを召し上がってらっしゃるんですか？なんかやっぱり本に1週間の献立の例っていうのがなんか書いてある本があって、それちょっと見てきたんですけれども、大体同じような、あるいは何かご思考が変わっていったり。いやいや、自分ではその思考変わるほど何かお料理なんかしない。私自身はね、お料理するの好きですよ。でね、今になってみるとね、その何か食べたいものありますかって聞かれるでしょ。そうすると、まあ何とか言うとね、私の頭の中にはね、昔の味が残ってるんだよね。で、食べてみた、あんだあんだなんてことになっちゃってね、これ困りますよね。それとね、面白いのはね、私がまだヨーロッパに行く前ね、は日本では非常に塩味が、塩味がね、強かったのね。そうですね、味が濃いかったの。それでね、塩は健康であるっていうのがモットーだったんですよ。それは全然違いますよね。でね、医者がみんな声を揃えてなんて言うと、これからお医者さんにかかった時にダメになっちゃうけどね。そうだったのね。ただこっち帰ってきてみたらね、塩は不健康である。そうですよね、今はまあそういうことになってますね。もうこの頃味が薄いでしょ。でね、もう何か食べたいものはって言われてもね、あれがいいかなぁと思うと、それが違うのよね。そう、あれだけばっかりね。そうね、昔と味が、いろんな意味で昔と味が違うと思うんですよね。同じ料理ですもんね。そうなんですよね。だからね、それと同じように音楽に対する味見っていうかな、もう違ってきてるのかななんて思うんだけど。まあそれはそうですね、演奏する側も聴く側も、まあやっぱりその、まあ例えばピアノの演奏でも、その趣味っていうものがだいぶ違ってきてると思うんですよね。違うかしらね、だいぶ。でもやっぱりまあなんでしょうね、普遍的にまあどんな時にもまあみんながこう尊敬するような、素晴らしいと思うような演奏っていうものも、まあ変わってないと思うんですよね。それがね、だから、ピアニストとしてはね、それが世の中の人たちの思考が変わったからこういうふうに変えるということはしてないと思う。そうですよね。だけどそれはとても難しい問題ですよね。でこの間も園田とかあれじゃない人じゃない、小沢さんか、はいはい、小沢さんとね、竹道さんの、ね、はいはい、対談集が出てる。ありますね、はい、とても素敵だと思ったのね。うん、で彼らがやっぱし日本の音楽ってものを非常に目を光らせてるわけよ。よく考えてみた、私が持ってる音楽の姿っていうのはね、その昔とは変わってないんじゃないかとも思えるし、だけどその私自身がね、ドイツローマン派っていうのはあんまり好きじゃないんです。そうなんですか。そうですか。でね、ショパンなんかもね、みんなね、ルバートいっぱい使ってね、きれいでしょ、歌がいいでしょって言われるんだけどね、私はちょっとそれは違うと思うのね。それは日本のね、歌謡曲をね、聞くと分かるんだけど、流行の歌謡曲ね、聞くと、
言葉はちゃんとしてるのよね、うんうんうん、だけどメロディーなんて何にもないあ、まあ昔とそれはあのメロディーの作り方が違いますから ね、昔は歌詞があって歌詞にメロディーを当てはめてたんですけど、だからあのまあ歌曲の作り方と同じですよね。だけど今はあのなんかメロディーっぽいものが先にあってそこに歌詞を当てはめていくみたいな感じなの で、作り方が違ってきちゃっているので、だから日本の、ね、歌謡曲っていうのにはあんまり耳を傾けようと思わないわけよ、ね、とても名曲だとかね、なんか言われるのがあるでしょ、まあね、ありますね、だけど、ちょっとその先は違うんじゃないと思うとね、ますます音楽から遠のいちゃうのよね生活が。いえいえ、あの 今もあのよく本はお読みになられるんですか。うん、本はね、読みたいと思ってますね。そうですか、うん、あ、先生あのいろんな CD や録音を出されてますよね、うん、でそういうのをまたあのこう改めてお聞きになるとかそういうことはあるんですか。ありますよ。あるんだ。でもあまり頻繁じゃないけど、頻繁じゃない聞いてみるとどんな風にお感じになるもんなんですか。自分のものはもうOK、OK です。そうですか。そうだったらいいです。いや、あの例えばなんか、まあ、演奏家の中にはね、あのもうとにかくあの一回出した CD 録音はもうとにかく改めて聞くと不満だらけだから絶対聞かないとかね。うん、まあ、いろんな人がいるみたいなんですけどね。それはわかるわ、私は。うんうんうん、で先生はあのオルガンとかあるいはチェンバロのクラビコートとか演奏されたことはないんですか。あ、そうですか。うん、そのね、うんうん、自分がピアノにかけた研究の時間とかね、うん、エネルギーとかっていうのを考えるとね、うんうんうん、あの人たちがあのオルガンとかそういうものにかけてる時間考えるとね、そう経験軽々しくね、うん、いろんなことを言えないなって、うん、そちらの方が先に立っちゃう。あのそうしましたら、まあ、今までも少しお話は出たんですが、あの今後のですね、あの何て言うんでしょうね、あの活動といいますか、そのに対する抱負のようなものはございますか。これからこういうふうにしてみたいなという。あのね、新方向とは思わないけどね、はい、ね、今はその元のところに戻ることを考えてますけどね。うん、元のところに戻るというのはどういう意味でございますか。つまり室井舞子のピアノの音っていう、うん、それは思ってるから、はい、うん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 、そうか、なるほど。でね、その現代音楽をずっと弾いてたでしょ、はい、その時には現代の人の感覚っていうのを非常に大事にしてて、ね、で今はその昔からのあのモーツァルトとかね、ベートーベンの人たちが何を言いたかったかっていうことを非常にむしろ真剣に考えるようになりましたね。でも演奏がどういうふうに変わるかはわからないな、これは自分でも。でもね、先生の演奏がどういうふうに変わっていってもやっぱり先生の音っていうものはね変わらないとは思いますよね。そうだよね。でもあの本当にあのこれからの先生のあのまたあのまあ回と申しますか、先生のピアノがあの聴けることを、あの音が聴けることを本当に楽しみにしておりますので、まあ、あのピアノと聴いてください、はいはい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。でもね、このエリジェのためにでもね、このね母音がすごい綺麗なのよね。ベートーベンが弾いてる。で、これも。で、ここでDが入る。このDがすごいよく聞いてるんですよ。ドア開くようにセンサーに入ってくるのね。そこらのね、あの音の使い方がね、すごいベートーベンじゃないか、あの美しさ出ないなっていう感じがするんですけどね。
今日はダメそれが例えば無力になっちゃうでしょ。そういうふうな変化っていうのがあるわけね。でそういうのはやっぱしあのベートーベンの曲を弾きたいと思って演奏会なんかの時はこれを何回でも繰り返して、いやこういう感じかなっていうのはね。だから私はエリージアのためにって大好きなの